赤いチャンネルを赤い人だよ、戦士チャンネルです。はい、今回は久しぶりに視聴者と街を作ろうやっていきます。イエーイ。パフ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 。いろいろとトラブルがあり遅くなってすいません。すいません。詳しくはね、ツイッターの方見てください。で、前回ね、東京タワーと動物園をね、引いたので、もうね、それは完成しております。しかもさ、リサは視聴者さんと一緒にさ、作り上げたんだよね、動物園。うん。で、もうそれはね、今から紹介していくんですけど、その前にデデ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 ン、このくじを引いていきたいと思います。これですね。これは次回までに何の建物を作るかをこれで決めます。で、リサミから引きたいと思います。これ、元気屋さん。おー、いいんじゃない。じゃあ次、さやみちゃん。はい、君に決めた。ピザハット。いいね。おー、さやみピザ好きだから。じゃあさん、そうですね、いいですね。じゃあ東京タワーから行きたいと思います。東京タワーがドク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 でーん、こんな感じです。めっちゃ東京タワーやん。まあ、前とかはないですね。ほぼ全部同じ感じになってます、うん。まあ、東京タワーってどこから見ても同じなのが東京タワーだよね。はい。で、まずね、下にお花を植えました。まあ、雑草ってね、思わないでください。綺麗なお花です。じゃあ夜のね、モードに今切り替えたので、夜の感じで東京タワーを見せたいと思います。せーの、でーん、こんな感じです。綺麗、ね、結構この光を結構入れて等間隔に、だから、まあ、結構割と光る感じになりましたね。はい、遠くから今ね映したんですけど、こんな感じです。まあ、五重の塔とね、東京タワーがあったりとかして、まあ、この辺は観光地エリア的な感じですね。まあ、後ろには旅館もあるしね。ああ、確かに。いいですね、この辺は。ちょっと日本の和みたいな。ああ。そういう感じですね。はい、次はね、動物園の方を紹介していきたいと思います。ジュルルルルーン。おー。見た目はね、こんな感じです。じゃあ早速中に入りたいと思います。ジュルルルーン。まず入って右に。トイレがあります。あの、右側が男子トイレなんですけど、まあ、こんな感じでね、絵も飾ってあったり鏡もあったりします。で、次女子トイレなんですけど、女子トイレはね、こんな感じです。まあ、ポイントは床が輝いてる部分ですかね。で、こっち側にはお土産屋さんがあります。で、これはあの、お土産屋さんといえばさ、あの、動物の洋服とか売ってるじゃない？あー。で、中入ると、まずね、こっちはレジになってて、あの、コンビニみたいに、ちょっと、軽食をちょっと買えるみたいな感じで、で、これは動物たちの頭につけるような、ディズニーのあーやつですね。これは飲み物とか売ってます。で、これは、そのキーホルダーとか、まあ、そういうのをね、想像して作りました。餌をあげるためにこれを買ってあげるって感じですね。で、これはあの、さっきこっちにあった通りお洋服です。うん。で、じゃあね、こんな風になっててちょっと高いんですけど、で、これはあの、レジ袋ですね。すごっ。レジ袋をこうやってレシートかと感じです。お土産屋さんは以上です。で、こっちはね、チケット売り場です。こうやって買って、あーね、入場します。まず入ったらすぐ噴水があります。あるね。そう、あの、こういうのにさ、お金投げたりするよね。で、その、この噴水をね、くるっと回ると、でれん、たくさんの席とうさぎのね、飲食店があります。で、ここでお昼ご飯食べてもらってもいいし、うん、まあ、自由にここで休憩してもらってもいいしって感じですね。はい。
こんな感じでうさぎさんです。中にね入りたいと思います。お邪魔します。でれーん。で、中にもちゃんと席あるんですよ。で、ここはねドリンクバーです。で、ここは好きなの頼めて、で、ここね店員さんが入れるところになってます。ですね、こっちの左にもあるんですよ。もうあ、ここで食べれるみたいなね。ここはうさぎカフェみたいな感じなんだけど、パンとか主食系もね入ってます。うん。で、ここはお肉屋さんで、ここはなんかいろんなキノコ屋さん、怪しいキノコも置いてあります。で、どこ入ってたらやばくない結構。でもわかんないよ。あー、ちょっと。で、ここでねくつろいだりした後はなんと動物のエリアがあります。おー、これはね視聴者さんが作ってくれたりした動物のねやつとかがあります。で、こっちには白クマがいます。めっちゃ黒。あ、でもいるね。ほら、かわいい。ここはね、あの白クマさんがこっち向いてくれるんですよ。おお、かわいい。かわいいね。で、こっちはパンダです。ゆなさんが作ってくれました。入れるんだ。うん。お、これはパンダさん。すごくない？おー、こっち見た。かわいい。階段もあるので登ります。上からもパンダが見れるよ。すごい。すごい。パンダがいます。お、これはちょっとね休憩できるような椅子なのかな。で、ちょっとね先に進むと、ふれあいコーナー、アンさんが作ってくれたオオカミです。じゃあ失礼します。あ、かわいい。こんにちは。え、かわいい。おいでおいで。かわいい、めっちゃ。上からね見るとこんな感じです。で、あとちょっとここにボタンがあります。なんでだろう。で、その後ろ側はキツネです。私がね作りました。かわいい。で、これ入れて何してんだろう。え、何してんの。謎だね。うん。木の汁がうまいのかな。謎だね。じゃあさらに進んできた左側にはねラマさんがいます。おお、入ります。失礼します。ね、入れるね。こんにちは、ラマさん。お、スイカじゃん。こんな感じで。え、すごくない？内装。あ、一匹で使われてるんだ。たくさんのねラマがいます。かわいいです。で、その後ろには私が作ったカメさんコーナーがあります。お、これは実際に入って海に泳げるんですけど、こんな感じでちょっと水めっちゃ入ってるんですけど、入ります。こんな感じで。すごっ。一緒に泳げます。お前挟まってたの。すごい。こんな感じでね一緒に自分もカメみたいなね。そう、泳ぐことができて3匹います。うん。まあ、海のなんか水の壁みたいなのがあるんで、ちょっとオシャンティー風にね見えます。で、次なんですけど、左側にはクラシーさんの作ってくれた馬、ラバ、ロバのねところです。で、ちょっと入り口からね入ります。え、すごーい。馬さん。あー、すげえ。そしてなんと餌やりガチャっていうのを、ね、作ってくれました。やりたいと思います。お、あ、お、金のリンゴ。じゃあね、この子にあげたいと思います。おー、食べた。まいって。次はね、羊とヤギをね紹介していきたいと思います。
これはね、カイ兄さんっていう方が作ってくれました。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いんだけど、お、羊さんも同じような、ね、感じになってます。裏から行ったらいいんじゃない。これ関係者以外立ち入り禁止。関係者じゃないが入ります。待って、入るの難しい。カイ兄さんさんめっちゃグダグダ。セリスちゃん大好き。じゃあ次はね、羊さんの方入ります。羊さんがかわいい。こんな感じでした。お、はやぶた、さやちゃんが作ってくれました。ありがとうございます。まあちょっとね、シンプルな感じにはちょっとね、みんなによりはなっちゃってるんですけど、おー、豚が3匹2匹と。で、次はこっちなんですけど、マッシュルームと牛さんのね、ところになります。可愛くない？可愛い。これ赤いやつめっちゃ可愛いね。うん。で、あと小麦を作りました。さやみちゃんに比べてもシンプルすぎる感じなんですけど、こんな感じです。みんながめっちゃ作るの上手なんだよ。そうなんだよ。で、こっちに進むとルルルン、ハチさんです。外見はね、ちなみにこんな感じよ。かわいい。で、この感じでたくさんのね、お花があってミツバチがいます。こんな感じでした。次はスライムとマグマキューブです。じゃ、まずスライムの方から入ります。おお、スライムさんがね、こんな感じでいます。もう一個の方ね、あ、ここつながってるんだ。ここからね、行きたいと思います。あ、赤なんだ。これ初めて見たね。天空動物園はこちらから、天空動物園はこちらから行きます。あ、トロッコか。そういうことか。あ、すごくない？ここから回りながらこう見れるみたいなことか。すごいね。ここになんと自動販売機があるので、やります。その隣はこんな感じです。これはね、コウモリかな。これはちょっとコウモリが逃げてて、天井だけね、作らせていただきました。あの、勝手に付け足してすいません。次はね、こっちの隣来て、ソーヤさんの作ってくれたクモです。え、すごくない？なんかジャングルっていうの、うん、ちょっとなんかね、わかる、変わった感じ。ジャングルっぽい、うんうん、入れないかな。ちょっと入り口探してみます。天井に穴がありました。ここから入ります。わー、え、すごい。やば、すごい。なんか暗い雲のイメージと合ってる、ね。続いて、これはママミさん作のスケルトンフォース&ゾンビホースでございます。お、独特。なんか意外とイケメン。こっから脱出できるようになってる。そういうつもりではないんです、すいません。続いて、猫です。猫って書いてあるね。うん、かわいいかよ。山猫と猫、ネズミの釘さんが作ってくれました。サイリスさん、いつも見てます。動画頑張ってください。楽しい動画待ってます。ありがとうございます。じゃあちょっとここに矢印があるので行きます。あ、従業員入り口だ。なんか目の色不思議。あ、かわいい。めっちゃかわいい。メダカみたいね。あ、なんか、あの、表に出す子は数匹で、あの、入れ替えるみたいな感じなのかな。うん、ちなみに。なんかさ、この上ない？はっ！あ、すげえ！あ、こんな感じで、なってるんですね。おー。すごくない？ 2 階？ね。こんな感じでしたー。じゃあ次はウサギとオウムとニワトリをね、見ていきたいと思います。時間がなかったらしくて、途中からリサがね、作っちゃいました。見てください。まずウサギさんから見ていきたいと思います。失礼します。あ、すごい、肌かわいい。じゃあここは左にオウムがね、います。オウムめっちゃいいよ。こっちまで行きたいと思います。あ、ニワトリさん取ってください。
めっちゃ卵の人じゃん。はい、ニワトリさんコーナーです。はい、動物園はね、今ので最後でした。すごかったね。参加して作ってくれた方ありがとうございました。はい、ということでまだまだ参加者募集中なので、 Twitter の方からねお願いします。お願いします。必ずゲーマータグっていうものが必要なので準備してね、応募してください。お願いします。じゃあ次回はね、電気屋とピザハットを作りたいと思います。で、あとは次回で、まあ、どこかで広場のでっかいのをね作ってもらったので、それもねどこかで紹介できたらなって思ってます。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。バイバーイ。またまた。